頑張れ。降りるだけ、降りるだけ。まあ、あの一箇所やばいとこあるけど、どっちでもええよ。下か。
あれ無理かな。あそこですか。あれ無理かな。厳しいですよ、僕キャンバー嫌いなんで。ギアを落とさずにフロントだけ落とせるんだったら、よし頑張ろう。溝ができて根っこが出だしたんで、この先ちょっと動かしてます。こうなる。このライン。マジこっちや。こっち。エスケープ。オッケー。こっち。テープあるよ。お疲れ。だいぶ差し取ったと思ったけど、まさか。ラストラップ、ラストラップはもう全て全開で走りました。すごかったってことだ。ウルトラちょっとこっちを押してください。ちょっときついけど。肩やさでもデビュー。ちょっときついけど。でもすごい。あ、いただきます。いやインチキライン取ったからですよ、僕が。握手お願いします。
お疲れ様でした。監督すごい。あっこもあそこつらかったもん。ウッサンがアウトボーってあそこめちゃくちゃ前のシーン行ったって言ったらアウト、はい、嘘なんでここ登れんだよと思ってあそこ3回ぐらい移動してもうやっと登ってあそこ殴り合うシーンいやいやえー、楽しいコース、スタッフの皆さんありがとうございました。久しぶりにあの広島らしい楽しい展開でワクワクしながら走ってました。もう次から次に楽しかったんですけど、ちょっと自分の不注意で締めにバイクのステップとブレーキをなくしてしまって、あの神が私に指令を与えてくれて、それでまたしっかり楽しむことができました。また来年もこんな展開になることを期待しています。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。金曜日に、雨が降るってことで、無理やりエントリーしてもらって、皆さん本当にありがとうございます。すみませんでした。雨ってことで、すごく下手くて、イエスながらもこんな中途半端な順位でした。皆さんお疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。今回はですね、初めてハードエンデュールにサバイバルをさせてもらって、確か30ないんだったんですけど、なんでこんなとこよく走るわと思ったんですけど、その時の楽しい思い出の、今回はうまく設定ができてて、で、今回は楽しく走ることができました。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、今日は、悔しいニュース明かりました。はい、皆さんお疲れ様でした。そして、非常に楽しいコースでした。満足しました。ありがとうございます。そうですね、1週目からだいぶ貯金したはずで、最大15分以上は、はい、話したんですけど、しかもその最後の週、僕1時間15分あったはずですけど、ケリさん1時間してたんですね。この15分どうやってやったらひっくり返すのかな、どういうインチキするのじゃないですかね。いや、やっぱり自力がすごいな。僕特にどこも失敗じゃないですけど、去年も確かそれでやられてはい、でも僕のベースのファンのおめでとうございます。あとそうですね、またね、すごい全然休みで、今日休みで、来年も雨を期待したいですね。はい、じゃあありがとうございました。それでは最後に、優勝の鈴木健吾鈴木健選手から、はい。はい、今日は一日ありがとうございました。すごいですね、今回ね、2000年モデルの、20年モデルのデビューって、ハードエンデュールで初めて買ってたんですけど、ちょっとね、1周目、2周目、ちょっといろいろアップ組みが、JNCC とかの車両と同じだったんで、止まって、こういうのを慌てこきたらだんだん取れるようになってきて、最後はね、ちょっとペースが間に合うかって言われたんで、ちょっとペース上げて、そしたら、よくブースさんに来るので、ブースさんが、すごい、やっぱ、ハードエンデュールのトップでチャレンジしてたんで、僕は負け犬なんで、迂回しました。負け犬で、どうにか簡単に勝たせてもらっただけなんで、はい、やっぱロスターすごいと思います。はい、今日はありがとうございました。あとスタッフの方、本当にいいコース、楽しかったです。ありがとうございました。以上6名の方でした。ちょっと、写真の方も撮っておきたいので、どうしようかな。1、2、3の方の